あーどうもティカでーす。はい、というわけで今回は阪神スピリッツ解放おすすめ選手紹介やっていきたいと思います。はい、というわけでね、グランドオープンを迎えたというわけでスピリッツ解放できる選手の上限値が3900未満から4100未満になりました。というわけでスピリッツ4000以下の選手をねスピリッツ解放できるようになっています。で、今回に関してはねスピリッツ解放おすすめ選手っていうのがちょっと多いんで、まあ、スピリッツ解放についてね詳しく知りたいよっていう方はこのねハテナを知って出てくる説明をね交えつつ詳しく喋ってる動画を10月22日に上げてるんで、ぜひともそちらの方を見ていただければなと思います。で、一応ねスピリッツ解放に関してね軽くだけ触れておくと、1回のスピリッツ解放で最大200までスピリッツを上げることができます。で、今解放できる上限値は4100なんで、4000の選手も解放できるんですが、ここはね100しか解放することができません。まあ、なのでね同じ S ランクの枚数必要なんですが、100解放か200解放かっていうところが変わってきます。あとは逆にねスピリッツ解放の最大値4000やけど3800とかいう感じでね300以上離れてる場合はいきなりで4100にすることはできずに、まあ、200しか上げれないんで1回に4000とか、まあ、3700の選手だったら3900を挟む形となります。それでは阪神スピリッツ解放おすすめ選手紹介やっていこうと思いますが、その前に今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではおすすめ選手紹介やっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでねおすすめ選手紹介やっていくんですが、今回ねプラス200できる選手を紹介していきます。一応ね去年のシリーズ1はね4000なんでねプラス100できるんですが、まあ、さっきも言った通りに同じ素材を使ってね100上げるだけなのか200上げるっていう差が出てきちゃうんでね、今回は200解放できる選手を紹介していきたいなと思います。というわけで今回に関してはおすすめ選手はめちゃくちゃ多いです。で、なんで多いかっていうのはね、2021年シリーズ2をね、やっていた阪神純正の方であればね、まあなんとなく察しはついてるんじゃないかなと思います。というわけで、まず一人目はサンズ選手で、サンズ選手に関しては、このね、3800が一番強くて、小5でね、パワー A いける唯一のサンズ選手です。で、さらに守備適性もね、ライト C60 っていうのはこれが唯一です。で、さらに特殊能力に広角打法を持ってるというわけでめちゃくちゃ強いです。で、今回ね、パワー比が修正されたというところで、まあレフトでね、打てる選手の中でね、サンズが一番守備範囲広いんだっていう方は、ね、スピ解放して使うのは全然ありかなと思います。続いて加計選手です。加計選手に関してはね去年イチローセレクションで出ているんで持ってるよっていう方もいると思いますが、持ってない方に関してはこっちのね加計さんをスピ解放するのは全然ありだと思います。まあ、やっぱりねサードでアーティストで超広角持ちっていうところでねめちゃくちゃ強いんで、まあ、もちろんね大山選手が今シリーズからアーティストにはなったんですが、まあ、やっぱりね表のステータスがねデフォルトでミーパーエドーチっていうところもあってね加計選手の方がいいんじゃないかなと思うので、イチローセレクションで加計選手取れなかった方でね過去の加計選手持ってる方はスピ解放するのありだと思います。続いてバー選手です。バー選手に関してもね2年連続でダルビッシュセレクション登場したんですが、去年取れなかったっていう方はねスピ解放するのはありかなと思います。まあ、ただね去年のバー選手と違ってファーストがね D の53っていうところで大山選手の方が守備適性高いんで、まあ、DH で使ってる方はね全然スピ解放するのはありかなと思います。あとはね大山選手右バッターなんで左バッターの方が好きだよっていう方はねこのバー選手をねファーストで使うのはありかなと思います。まあ、あとはね大山選手のね広角が維持されるかっていうところも注目ポイントの一つかなと思います。続いて藤川選手です。まあ、藤川選手に関してはねもう浮くストレートにねツーシームスプリット持ちというところでねもうめちゃくちゃ強いんでスピ解放をおすすめしたいなと思います。もちろんね去年登場してないっていうところでね今年再登場する可能性はあるんですが、まあ、シリーズ1の間ね3800で使い続けるかって言われたらねちょっと難しいところもあるかなと思うので解放するのはありだと思います。続いて金本選手です。金本選手に関しては藤川さん同様にね去年出てなくて広島版出ただけやったんで、まあ、今年ね阪神版来る可能性はあるんですが、まあ、やっぱりねライドラでデフォルトでミーパー8でさらにレフトも63あってライドラ効果というところでめちゃくちゃ強いんで、まあ、もちろんね今年来る可能性もありますが、やっぱりね特に打者でね3800っていうのはね打席に立たすってなるとねだいぶ削られると思うんですね純正でも、っていうところでスピ解放ありだと思います。続いて城島選手です。城島選手に関しても打てるねキャッチャーで小5でミーパーエドーチいけると、でパワー比でねプル比持ってるんですが、まあ、今回のアップデートが来たというところでね、まあ、個人的にはね若干パワー比飛びやすくなったんじゃないかなと思ってるんで、田淵さんをね持ってない方であればねスピ解放するのはありだと思います。続いて真由美選手です。真由美選手に関してもね打っているセカンドっていうところでね、まあ、平野さん出たところなんですが、まあ、平野さんグラウンダーっていうところでね、まあ、高弾度以上が使いたいよっていう方はねこの日真由美さん解放するのはありだと思います。続いてマルテ選手です。マルテ選手に関してもね小5でパワー A いけてライドラーでファースト守れて、まあ、プルヒっていうところあるんですがね、まあ、今回アップデート来たっていうところで、まあ、しかもねこのマルテ選手に関しては、ね、結構強いって言われてるんで、まあ、解放してね使っていくのはありだと思います。ファーストがね C の62で守備積極なんで、まあ、結構広いかなと思います。
で、ここはね、解放するか迷うラインなんですが、メッセージャー選手もね、まあ、小5で9位スタミナ A 同値いけますし、ツーシームスプリット持ちでね、ドロップも変化量4あるというところでね、まあ、先発ローテにはね、全然入る投手だと思うんですが、まあ、他にね、もっと強い投手持ってるよっていう方とかはね、まあ、スピ解放しなくてもいいのかなと思います。はい、というわけでね、3800と1人だけね、3900紹介していったんですが、こっからはね、スピリッツ2回解放できるね、3700の選手をね、紹介したいなと思います。まず1人目、近本選手です。この近本選手に関してはね、デフォルトでセンター A で型 A っていうところでね、今シリーズのね、近本選手の型がね、41まで下がってるんですよね。っていうところで、さすがに41っていうとね、セカンドランナー変えちゃうと思うんですよね。っていうところもあってね、まあ、自分はね、もうこの近本選手ね、3900にスピ解放してるんで、次4100にしようと思ってるんですが、まあ、やっぱりね、センター前のあたりとかでね、まあ、セカンドランナーが帰らないっていうところもあるんで、まあ、この近本選手ね、残してるよっていう方はね、まあ、今からでもね、3700から3900、そして4100にスペガー放するのはありだと思います。続いて岩佐選手です。岩佐選手はね、これね、9A 行けて、先発中継ぎできて、タイピンチ持ってるんでね、まあ、3700から900、そして4100にするのは全然ありだと思います。特にね、先発で使ってる方なんかはね、このシリーズ先発適性完全に消えちゃったんで、まあ、この岩佐選手をね、使うのはありだと思います。続いて糸井選手です。糸井選手、これね、小5でミート A 行けて、ライトも C でっていうところでね、この糸井選手めちゃくちゃ強いんで、もう引退されたんでね、OB でしか出てこないっていうところもあるし、まあ去年ね、阪神版 TS 出てるっていうところもあるんでね、まあしばらく阪神版出てこないかなっていうところもあるんで、スピ解放ありだと思います。で、スペシャル行ってまず1人目、鳥谷選手です。鳥谷選手に関してはね、OB 来ると思ってね、自分もスピ解放できなかったんですが、まあ今年のね、OB まで来ないっていうところもあるんで、もうスピ解放はね、全然ありだと思います。まあやっぱりね、阪神女性最強ショートなんで、まあスピ解放してね、使った方が強いです。続いて大山選手です。これに関してはね、リーグオーダー向けかな。まあ、やっぱりね、この大山選手はね、小5でミッパイ同値いけるっていうところが強いんでね、まあこれをね、リーグオーダーで使いたいよっていう方は解放ありだと思います。自分に関してもね、3900に解放しています。そして3700、最後は能見選手です。能見選手に関してもね、今年 OB 対象となってるんで、まあこれをね、解放するのはありだと思います。ちなみに自分に関してはね、この3400を解放して未だに使っています。そしてもう一人、ここに関してはね、まあ4000にするのをおすすめするんですが、ロハス選手ね。ロハス選手に関してはね、この間の覚醒動画でもチラッと触れたんですが、この覚醒ロハス選手がね、最強となってるんで、まあ、このロハス選手をね、オーダーで使ってるよっていう方はね、スピ解放して使うのはありだと思います。はい、というわけで今回は阪神スピ解放おすすめ選手紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、1年半前から2年前にかけてね、めちゃくちゃ強い選手たちが出たおかげでね、この2023シリーズのスピ解放がね、えらい大変なことになるんですが、まあ自分に関してもね、未だに使ってる選手たちばかりなので、まあ少しずつね、スピ解放の方はしていこうと思います。ちなみにね、今回ね、ストレートの球種が変わったことにより TS 藤波選手のね、このタイプはもう出てこないと思うので、 TS 藤波選手とかね、昔のね、ストレート動く通常藤波選手とか持ってる方はね、もう永久保存版だと思うので、今後ね、一生スピ解放していった方がいいと思います。というわけでね、もしよければ皆さんがね、今後スピ解放していこうと思ってる選手いましたら、コメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動しますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それではラスト、鳥谷選手のスピ解放1回分やって終わりたいなと思います。というわけでスピ解放をよろしくお願いします。さあ、というわけでね、 TS 鳥谷さんをね、スピ解放して、もう1回スピ解放しないといけないんですが、阪神純正最強ショート鳥谷選手をね、蘇らしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。